シーボンテーシャン・ギルジアス・アレクサンダーは、カナダ・オンタリオ州トロント出身の、プロバスケットボール選手。NBA のオクラホマシティ・サンダーに所属している。ポジションは、ポイントガード兼シューティングガード。トーマス・モア・カトリック・セカンダリースクールから、サー・アラン・マクナブ・セカンダリースクールに転校した後、バスケットボールのスキルアップのために、ハミルトンハイツ・クリスチャン・アカデミーに、中学。 高校時代に編入し、2017年に卒業している。卒業後は、ケンタッキー大学にて、ジョン・カリパリの下で1年間プレーし、2018年の NBA ドラフトにアーリーエントリーした。現在のチームメイトであるハミドディアルは、大学時代のチームメイトに当たる。2018年の NBA ドラフト全体11位で、シャーロット・ホーネッツから指名を受け、 直後にロサンゼルスクリッパーズが全体12位で指名したマイルズブリッジズのとのトレードで交渉権がクリッパーズへ移り、その後クリッパーズと契約した。1年目からレギュラーシーズン全試合に出場。スターターとして定着すると、平均26.5分のプレイで10.8得点、2.8リバウンド、3.3アシスト、1.2スティールを記録し、 オールルーキーセカンドチームに選出された。プレーオフでも全試合で先発出場し、ルーキーながらに連覇中であったゴールデンステートウォリアーズ相手に結果を残した。2019年7月10日、ポール・ジョージとのトレードでダニーロ・ガリナリと複数のドラフト指名権ともにオクラホマシティサンダーに移籍した。移籍後は同時期にトレードで加入したクリス・ポールに指示して才能が開花。 2020年1月13日のミネソタティンバーウルブズ戦にてキャリア初トリプルダブルとなる20得点キャリアハイの20リバウンド10アシストを記録しチームは117から104で勝利した。サンダーの選手が202010を記録するのはウェストブルック以来の記録となった。下馬評の低かったサンダーのウェスタンカンファレンス上位進出に大きく貢献した。 2020から21シーズンは、怪我により35試合の出場に止まったが、自身初となる平均20.0点超えを記録した。オフの2021年8月6日に5年1億7200万ドルのマックス契約を結び契約延長した。母親のチャーミング・イルジャスは1992年、バルセロナオリンピックでアンティグラ・バーブルダ代表として出場した元、トラックスターである。 ニューオーリンズ・ペリカンズに所属するニッケル・アレクサンダー・ウォーカーはいとこに当たる。クリッパーズがポール・ジョージをトレードで獲得。E、w w w s p o r t i n g n e w s c o m 2 0 2 0年4月17日閲覧。スカ・ヤンゲスト・エバー・ウィズ二十リバンドトリプルダブル ESPN.com2020 年1月14日閲覧。 サンダー・エス,シス,ス,スーー・シャイ・ギルジェス・アレクサンドル・レコーズ、ヒストリック・ファースト・キャリア・トリプル、ダブル・イン・ウィン・オーバー・ティンバー・ウルブズ、www.cbssports.com、二千二十年一月十四日閲覧。リポート、シャイ・ギルジェス・アレクサンドル・エクスペクティット・ツー・サイン・マキシマム・ルーキー・エクステーション、www.nba.com。 2021年8月7日閲覧、ありがとうございます。